警報線は中華人民共和国の国鉄鉄道路線。北京市と内モンゴル自治区パオ投市を連絡する。全長は8 4 2トルで中国人によって建設された最初の本格的な鉄道路線でもある。先手に有進国政府は北京からカルガン口に至る京長鉄道を計画するも戦略的に重要な路線だったため、イギリス、ロシアが 鉄道敷設権を希望、新国による建設に反対したが、自国の鉄道技師による予備測量後、北京北港の山岳地帯での敷設が困難と判断、そそくさと退散してしまった。このため自国資本での建設を決定、千天祐が主任設計士に就任し、建設が開始された。千天祐は3本の予定経路のうち、一番低予算で、 建設可能な経路を選択した。1905年工事開始、4年後の1909年8月11日に、カルガン口豊タ台が完成、10月2日に開業した。試行期間が計画より2年短縮できたため、建設費を35万両節約できたという。北京から北西方向への重要路線であったが、建設費低減を重視して建設された。 多め縁山山脈役付近にある33.7パーミルの急勾配や清流橋駅のスイッチバックがアイロとなり、マレー式機関車を導入するなどしたが、根本的な解決にはならず、1952年から前日の豊かさ線が建設され、砂城豊か台は裏街道的な存在となってしまった。また、清流橋の自駅である発達霊は発達霊頂上の最寄り駅となっている。 北京北駅砂城駅、仙海駅カルガン口駅大道駅マイナス州、嶺南駅ふふほト駅パオトウ東駅パオトウ駅。ありがとうございます。